お疲れ様です。今回はぶっこみのタク7巻の解説というかね、あらすじになってきます。さあ、今までのねストーリーは、まあ大まかにも細かにも全然ねわけわかんなくなっちゃったんで、ちょっとまとめさせていただくためにメモを見ますね。まずはね、6巻までで分かったことと、7巻から始まるところなんですけども、あさみさんっていうねお嬢さんが出てきましたね。これは女子高生のお嬢様だと思いますけども、この方とそっくりさんというか、おそらく同一人物なんですけども、夜の蝶というかね、夜の街を遊び回っている、まあ、ちょっとしたイケイケのお姉さんね、この人が同一人物なんじゃないかなっていうふうにこのタクちゃんは見るわけですよね。まあ何と言いますかね、昼の顔と夜の顔を使い分ける女って感じですか。当時これね、ヤヌスの鏡っていう、ああいうねテレビドラマも流行っていて、それのオマージュなんじゃないかなと思うんですが、まあまあ私もああいうストーリー好きだからいいでしょう。で、そのあさみさんという方が一つキーポイントになります。これ一つ覚えておきましょう。そしてワニブチさんっていうね、あの車に乗ってる高校生いるでしょ、あれね車種わからないんですけども、 RX にしておきましょうね。 RX というふうに私は思ってましたんで、ずっとね。で、 RX 乗りのワニブチさんっていうのは、ヤシャ神の19代の総会長ということでね、あ、この人は結構偉い人なんだなということがわかります。おそらくなんですけども、このワニブチさんはタクちゃんと同じ学校なんですよね。一体何人生徒がいるんですかね、この学校で。生徒全員暴走族ですかね。こんがらがっちゃいます。で、場所は湘南に移ります。青蘭学園から湘南に移って、湘南ではですね、青龍連っていう連合体が、まあ走り屋みたいなのが、暴走族みたいなのがあって、これがね別名 AJS らしいんですよ。で、この AJS っていうのは3つのグループが集まってできた、まあ暴走族連合らしいんですけども、アシュラ王、邪神、セクシーっていう、この3つのグループが集まって青龍連 AJS っていうのになったのかなとぼんやり思っております。で、画面がまた切り替わりまして、夜の街になります。で、場面はですね、あのあさみさん扮する夜のあさみさんが、ダンスを踊っているクラブですよね。そのクラブで何やら怪しい男たちがなんか打ち合わせをしてるんですよ。あさみさんを見ながら、踊ってるあさみさんを見ながら、ちょっと売れ頃だな食べ頃だなみたいな感じでね、ちょっと目をつけてるんですよね。そこに持ってきたのが、まあ当時ね、これも時代を映してますよね。クラブといえばシンナー、ドラッグ、そんなことないですからね。漫画がこうやってね、結局今の小池都知事みたいに、夜の街関連みたいな言うことみたいにね、クラブで薬が蔓延してるっていうような先入観を植え付けてるんですよ、この漫画。これはねよろしくないんじゃないかなと今なら思いますけど、当時は私もクラブなんて行ったことがないね、中高生でしたからね、ああいうところには薬が蔓延してるのかって本当に思ってましたからね。でもクラブっていうのは楽しく踊るとこですから、そんなに変なとこじゃないと思います。で、あさみさんがなんか狙われそうだなっていうところで場面が切り替わって、さあどうなるってところですよね。そこでタクちゃんがね、我らがタクちゃんが、お、ちょっとなんかきな臭い匂いするなみたいな、また感づくわけですよ。さあ、これがどういうふうに絡んでいくのか、それが7巻の冒頭でございます。では次のねストーリーまでちょっと待ってくださいね。あさみさんのことがちょっと出てました。あさみさんは3つの裏切りで、まあ、二重人格になっちゃった、まあ、二重生活になっちゃったのかなってところです。まず1つはね、昼の顔ですよね。優等生のあさみさんでいるときに、友達に万引き犯に仕立てられちゃったっていうところでね、友達に裏切られたっていうのが、これ1つトラウマになっているということでございます。2つ目は彼氏との関係です。彼氏とバイクに乗っていたときに、まあ、いろんなスピード違反かなんかでね、パトカーに追っかけられたんですよね。で、彼氏が、お、お前、あさみ、ちょっと降りて、警察の子にいてくれと。で、もう一回戻ってきて、お前をさらって逃げるから、みたいなことを言ってね、これを信じる女の子もどういうもんかなと思ったんですけども、まあ、あさみさんを降りて、警察の方が、で、まあ、パトカー止めて、まあ、ちょっと補導するぞみたいなことで、悶着を起こしてるわけですよね。そこに、助けに来てくれるのかなって、不可能でしょうけども、助けに来てくれるのかなと思って、あさみさん待ってたら、彼氏はパワーって逃げちゃったというね。要するに、彼氏にも裏切られたということでございます。その後、警察署の中で、身元引き受け人にお母さんが来てくれたところ、お母さんにも冷たい対応されてしまってね、あれはあさみじゃありませんみたいなことを言われて、もう、がっくりしちゃったと。世の中に信じられるものはないのかっていうことで、まあ、二重人格というか、二重生活が始まっちゃったと。昼の優等生の顔と夜のアゲハチョウと使い分けるようになっちゃったということですね。うん、まあでもね、なんでこうなっちゃったんだろうと思いますよ。ちょっと強引なストーリー展開がこのぶっ込みのタックというか、当時の漫画のねいいところかなと思いますけども、皆さんも思い出しました、当時の無理やりな展開。もう全然筋が通らないんですけども、それを見てワクワクしちゃう少年少女が、まあ、ワンサといたということで、まあ、いい時代でしたね。はい、ではまた続きを読んでみます。
すごいですね。正義の味方のオンパレードでございました。あの横須賀のロクサーヌっていうグループが急に出てきたんですよ。それはですね、浅見さんが車でさらわれて、車の中でね、ちょっとやり込められようとしてる時、薬を飲まされて、浅見さんももうちょっとね、諦めようかな、もういいやと思った時にガラス窓がバーンと割れてですね、車の中に手を突っ込んだ人、それが横須賀ロクサーヌというね、グループの暴走族の、まあ、リーダー格の人なんですよね。で、その人が言うには、このロクサーヌっていうグループは下道、あの秀人君のいるね、下道の天敵だそうなんですよ。まあ下道の天敵のロクサーヌさん、まあ浅見さんの危機を救ったという、まあこういう状態なんですけども、そこに出てきたのが我らがタクちゃんなんですよね。で、タクちゃんが来て、タクちゃんといえば下道のまあ友達じゃないですか、下道の一員じゃないですか。で、下道ってことがバレたらコテンパンにされちゃうかなっていうところで、まあ最初のうちはね、成り行きに任せていたら別にそういうこと聞かれずに去っていったと、ロクサーヌが去っていこうとしてたんですけども、その去り際にですね、下道は弱い者一名だみたいなことをポロッとね言った人がいて、で、それに反応して飛鳥のタクちゃんがね、おい俺は下道のタクだとか言ってね、意気がるもんだから、何お前下道の人間かみたいな感じで、タクちゃんはめちゃくちゃにされちゃうと。で、タクちゃんめちゃくちゃにされる中で、最後の一撃をグワーンとね、バールで食らおうとした時に、なんとまた正義の味方が出てきます。あのバクラ天のヒロシとキヨシ、この二人組がそのバールを抑えて、タクちゃん大丈夫かみたいな感じでね、どうなってるんですかね。このバイクの速度っていうのは一体 100m、1000km で走るんですかね。なんか結局ね、なんか危機が訪れようとするのをありえない、さっきまで何の伏線もない人が出てきて助けるみたいなのの連続で、不思議なストーリーができております。それがまあ7巻かなと思いますよね。まあなんかね、私の解説聞いててもあまり面白くないと思いますけど、すいません。ただ私がね、一人でね楽しんでこれ続けさせてください。それでは7巻のまとめは以上で、あと半分ぐらい残ってますけども、これは一人で密かに読まさせていただきます。いってらっしゃい。